さんです。コラボレーションを見せていただきました。ハイドさんにご挨拶と映画が完成した今のお気持ちを伺えればと思います。こんにちは、ハイドです。そうですね、この企画始まってずいぶん実は経ってるんですが、完璧主義な武士さんが丹精込めて、作ってるのを、見ておりました。ロサンゼルスのスタジオでもね、すでに編集作業が同時に行われているので、やっと完成したので、僕も嬉しいと思います。すごい素敵なミュージシャンたちに、囲まれて、僕たちの演奏も、一緒にね、見ることができて、とても光栄に思います。ではとても嬉しいです。ありがとうございます。ではマイクをもう一度受け取りまして、改めてここでフォトセッションの時間とさせていただきます。では正面からお参りでしょうか。センターのカメラからですね、お願いいたします。センターあたりからお願いいたします。ではまだセンターお願いいたします。このマイクを使って右手の方に、はい、センター撮影中です、はい、では右手、使って右手の方に目線をお願いいたします。カメラ撮ってください。カメラ目線もらってみてください。では向かって右手の方からI'm not going to do this.
どっかの企業があれをやろうとしてもできないんですか？それぐらい個人の差はすごいな。きっちり吉木さんとべったり語らう日になっているのでね、すごい楽しみにしてきました。おしゃれして楽しみたいと思います。ありがとうございます。いいですか？続きましてこちらで、はい、次になりますので、ごめんね、きれいに、またご案内させていただきます。ごめん、後でまた、こちらです。まず映画に参加された経緯、多分吉木さんに誘われたんじゃないかと思うんですが、教えてください。そうです、誘われました。まあ、すごいね、パンデミックもすごい、すごくみんながね、落ち込んでる時期だったと思うんですけど、その時期にやっぱり僕もね、音楽で何かできないかなって思ってる時に、やっぱりね、そういう、その辺のビジョンがちゃんとしてる、こうやって多くのアーティストを引っ張って、一緒に世界に向けてやろうよって思ってたので、教えていただいて、光栄です。監督としての YOSHIKI さん、旗で見ていて、どんな印象を持たれましたか？すごい多忙な人で、しかも完璧主義者なので、周りの人が大変だったのかなと、練習したけど、これ違うとか言うと、たぶん、一箇所に何日もかけた人だと思うんですけど。大変な YOSHIKI さん、ちょっと一時期体調崩されてましたけど、何か聞かれてますか？そうですね。何かに向かってるんでしょうね、必死でね、僕らできることサポートするぐらい。映画でレッドスワンをご披露されてると思うんですけれど、はい、選曲はハイドさんご自身で選ばれたんでしょうか？いやいや、これは吉木さん、レッドスワンやりたい。でもハイドさん自身の気持ちも、もちろんハイドさんが OK しなければその曲にはならなかったと思うんですけど。ユシキさんから言われるのは2つ分で言うしかないんで、てっきりアニメのファンとかそういうこともあってとか、進撃の巨人の曲だと思うんですけど、はい、もちろんユシキさんそれも計算に入れて、ものすごく頭がいいです。もちろんそれも計算に入れて上でこの曲をやりたいです言ったの。映画の見どころはと聞かれたらどう、やはりご自身の演奏になりますか？世界的なミュージシャンがたくさんいるんですけど、ハイドは輝いてますよ。ハイドさんが世界ナンバーワン。それはちょっとおこがましいですけど、すごいね、アーティストなんかね、やっぱヨシさんがいてあるいただいて、すごい怖いだなと思いましたし、そういうことそんな謙遜する必要は全くないと思うんですけど、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
近いのメガホンを取られました。よしさん、ご挨拶とメッセージをお願いいたします。Hello, how are you? よしです。今日忙しい中皆さんお集まりいただいてありがとうございます。ついに完成しましたね、よしさん。そうですね。はい。
そしていよいよ今日初の一般のお客様にお披露目ということになります。今のお気持ちいかがでしょうか。ドキドキします。愛してるよ。そして吉さん、はい、あのハリウッドの方からも今の大きなニュースが入ってきたと聞きました。それ一体どういうことなんでしょうか。これさ、間違ってるんだけど、ちょっと読んでいい？あ、いいです、はい。でね、あー、はーい、はい、ありがとう。そうですね、実は今日新たな発表がもう一つあって、アメリカ、ロサンゼルスの TCL、チャイニーズシアターに日本人として初めて僕の手形と足形と名前が刻印されているところになりました。上にいらっしゃるファンからわーって声が。本当？ね。ありがとう。日本のアーティスト初ということで。はい、すみません、読んでる形で、アジアでもアーティストとしては初ということで、とても光栄です。現地14日にセレモニーが開かれるんですが、その日は交通規制をされて、ファンの皆さんにもその様子を見ていただけるような形になるので、ぜひご覧ください。その日の夜にはチャイニーズシアトルでこの映画の LA の、あの、ヨシー&ザ・スカイの LA プレミアも行われます。僕も登壇します。楽しみにしてください。いやー、ケースの LA プレミアの日に大きなニュース入ってきましたね。ねー、びっくりですね。まあ僕はあのロサンゼルスにね、住んで、まあ30年近く経つんですが、はい、まあね、まだまだまだ、ね、自分の中ではね達成感はないんですが、はい、こうやって、こういうふうに、ね、選んでいただいて、はい、恐縮です。はい、ありがとうございます。また舞台挨拶でも詳しいお話伺おうと思います。では、一応英語でも話します。今回そのチャイニーズシアターで手形と足形を取っていただけることは非常に光栄なことです。ありがとうございます。ちょっとね、バランスが大丈夫。Upcoming September 14th、 9月14日They wanna block the street in Hollywood Boulevard, so if you guys can, please come and join. 交通規制をして、セレモニーが行われますので、ぜひ見に来ていただければと思います。改めてポジションのお時間とさせていただきます。はい。では正面からまいりますね。はい。
後ろに並んでいただいて、ありがとうございます。あ、自撮りしました。ご紹介さん、まあ、この作品はハリウッドで、制作されたんですけど、まあ、ここに来るまでに本当に、数えきれないスタッフ皆さんに協力していただいて、はい、本当にきました。そして、まあね、多くのアーティスト、そして何よりもファンの皆さんにも参加してもらって、この、映画ができました。とりあえず感無量。ヨシキさんのために世界的なアーティストを10組に参加してくれましたけれども、大変だったんじゃないでしょうか。そうですね、すごい大変でした。まあ、メインはハリウッドで撮影してたんですけど、まあ、各国でそれぞれのスタッフ、そうですね、ただ皆さんすごくそのなんていうか、まあ、愛の連鎖を広めるじゃないですか、そういった趣旨のもとに動いていただいて、まあ、そういうことですね。感謝しかないです、世界の YOSHIKI さんだからあえて聞きますけど、体調は大丈夫ですか？もうそれだけ多忙でこういうことまでされて、ちょっとふらつくんですけど、はい、大丈夫です。多分時差ボケがまた今朝さっき日本人なので、はい、時差ボケでちょっと、はい、なんかまあファンの皆様の心配する必要はない。まあ、まあ、
いっぱいいっぱいです。まあ健康的な生活を非常に心がけてはいるので、はいはい。まあ、ちょっとこれのね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では次。いただこうと思います。この満員のお客様、あと今日全国の劇場とも生中継がつながっておりまして、あの赤いランプがついてるあのカメラ、あちょっと一番奥、あ手を挙げてますね、カメラマンの方が。なんか手をちょっと振ってもらっていいですか。ああちょっと見えますか、ね、Hello. ね、今全国のスクリーンにお映しになっていると思います。ではこの劇場、そして全国の皆様に向けて、まずは監督の吉木さんから一言お願いします。監督って言われるとちょっと緊張するんだけど、そう失礼しました。はい、いや、はい、いろいろありましたが、今日この日を迎えることができました。そしてね、今日は早田さんにも来てもらって本当に、とても光栄です。とんでもございません。ありがとうございます。ありがとうございます。後ほどまた熱い思いを伺えればと。ではハイドさんお願いします。はい、こんにちは。はい、さすがですね。何がもうなんかこのスケール感というか、さすが吉木さんだなと改めて感心しております。はい、参加させていただいてとても光栄です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお話伺ってまいります。一旦フラッシュは後ほどまでお控えください。よろしくお願いします。まずは吉木さんに伺いますけれども、改めてこのプロジェクト、どういう状況の中で、吉木さんどういう思いから始まったものだったんでしょうか。まあそうですね、やはり、まあ、このプロジェクトというのはそのコロナ禍で始まったプロジェクトではあったんですけど、まあそういった中で僕らアーティスト何かできないかっていうね、まあ日頃ファンの皆さんに僕らは助けられてね、こうやってミュージック音楽活動をしてこれて、うん、じゃあファンのみんなのために何かできないかっていうことで、うん、まあ基本的には僕の、ね、友達のアーティストに声をかけて、はい、こういったことに なったんですが、はい、制作期間は約3年ということで、しかもまあ当たり前ですけど初監督作品と、ご自身ももちろん出演されている、さまざまなコロナ禍での苦労もあったかと思いますが、特に、まあ、苦労した点、悩まれた点を伺ってもよろしいでしょうか。まあ僕全部に関してこだわりすぎちゃうんですね。まあまあはい、ともよくご存知だと。横で深くうなずいてらっしゃいます。はい、よく3年で済みました、ね、僕もう10年ぐらいかかると思ってたんですけど、いや僕も10年ぐらいかかるなと思ってたんですけど本当に、はい、本当にさ、ね、早田さんのおっしゃる通り僕は、ね、こだわっちゃうんです。もう本当に、うん、止まらなくなっちゃって、うん、まあそれがすごく、まあ、大変でしたけど、やはり皆さんね、いろんなアーティストの方たちすごく協力してくれて、はい、そうです。そしてね、このご覧になっていただけると分かると思うんです。最後ファンのみんな、大勢のファンのみんなにもこの、ね、映画に参加してもらってるという、なんかもともと僕はその結構まあプロデュースとかもするので、あまりその監督とかっていうそういう意識はなくて、うん、まあ、作品をいいものにするのに指揮を取らせてもらうっていう感じで、あそれは監督なんだなっていうことで、はい。そんな吉木さんからハイドさん、オファーを初めて受けた時どんなふうに思われましたか。
ぱりこうアーティストとして何かファンの人にして何かしてあげたいなって気持ちはあるんですけど、なかなかこの、きっかけが なかったりね、なんか落ち込んでたりとか一緒になって落ち込んでたりとかする中で、やっぱりそういうお誘いがあった時にね、あのすごくあすごいあのその企画に乗っていいんだっていう、そういう気持ちすごいありがたいですよね。でも僕にもなんかできるのかなっていう気持ちにさせてもらえる、いろんなアーティストがからとても嬉しかったですね。まあ、ハイドさんは YOSHIKI さんを、まあね、本当に近くで長年長、ね、見てらっしゃるわけですけど、まあ、今回もそうですが、まあ、困難なプロジェクトを力強くやっぱり進めていくというその姿をご覧になって改めてどう思われましたか？あの普段は弱音吐いたりする時もあるんですけど、実際はやっぱりすごく何でもポジティブに捉えて、すごいあの爆走するところはあると思うんですね。そういうところはすごいなと思いながら感心しています。まあ、でも YOSHIKI さんもそ横にこういてくれるハイドさんのなんか役は力ってすごいものがあるんじゃないですか？ありますね。あの、まあ、ね、そのハイドさんと僕いろんなプロジェクトやっていく中で、まあ、この撮影があった時ってまだラストロックスターズは結成されてなかったんですけど、まあ、一緒にいろいろしていく中で、まあ、ラストロックスターズの結成につながったというか、はい、やはり僕はあの結構突っ走るタイプなんですね。うん、ね、それは他の、ね、ラストロックスのメンバーの杉蔵、あの宮城も言えるんですけど、すごくみんな堅実的ものとちゃんと考えてこうしてこうすればこうなるっていうのをちゃんと考えてくれるタイプで、はい、僕はあまり現実的じゃなくても前に進んでいくタイプで、はい、多分よくご存知だと思うんですが、はい、ものすごい勢いで行くんですけどあのそれできるんですかみたいな状況下でも、なんかでもやっぱそれができちゃうところがすごいなと思いますね。まあ、僕らの方がちょっと現実的だと思うんですけど、なんか非現実的なことをなんか無理やりなんかそれできちゃうんだみたいな、そんなことできる人多分日本に YOSHIKI さんしかいないんじゃないかなって横で見てます。はい、それはやはり皆さんの支えがあるから、はい、あのできるんであって、はいはい、僕一人の力じゃ本当に、ね、メンバーの皆さんファンの皆さん支えがあるから、はい、あの爆走できますあの私一足先見させてもらったんですが、本当にまああの